あの一部に私の作った踊る大捜査線に引っ掛けまして、踊る新社長と言われておりますけれども、踊ってる場合ではないと思いますので、ここは走ると、ともかく、株主総会を開けてえ就任した時から、走り始めて、走りながら考えると。 ということで、社員一同、ともかく1500人がタイムテーブルの血となり、肉となり、そして筋肉になっていくということで、全員で汗をかいていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。あの自分はプロデューサーやってまして、一番よくわかるんですけど、自分の作った作品が見られなかったりね、自分の作った作品がお客さんが入らなかったりするの、一番悔しがるのは、実は会社の上層部じゃなくて、プロデューサー本人なんですよね。 ですから一番悔しがってるのは僕現場で作ってる人たちだと思うので、その彼らと早く話をして何が障害なのかで何を悩んでるのかを少しでも聞けて吸い上げていけたらいいのかなと思ってます。いずれにしてもあの上から汗構成っていうタイプではないので、まあビジョンとか目標は根拠もなくて語りますけど、ともかくそれに向かって。 成立させること、そして、それでも多くの人を巻き込むことを考えてもらいたいというふうに、現場の皆さんには練り歩いて、一人一人話をしていきたいなというふうに思っています。